ということで後半戦も響さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。まだまだあの大滝さん、ま、だいろんなエピソードがあるそうなんですよ。なのでなんかもう他にはさすがにその彼のエピソードはもう一旦ないですよね。なんかその彼でもさすがにこれ以上やばい人はいないよみたいな。やばい、やばいっていうか、まあ他にも彼はいるんですけど、はい、3年ほど付き合った彼はいたんですよ。3年、はい、3歳上のトラック運転手を、長距離運転手をしていて、遠距離的な感じですか？同じとこ住んでたんです。そうなんです、同じ地域住んでたんですけど、うんうんうん、そのトラック運転手と付き合った時はちょっと楽しかったですね。あ、いいですね。いい恋愛で、はい、ちょっとどの辺が楽しい恋愛だったか。なんかトラックに乗せてもらったりもして、いろいろいいですね、連れてもらったりとか、4トントラックだったので、うん、まあ寝台もあって、寝台でちょっとピーンとしたりとか。それはもうその彼じゃなきゃできないですよね。そうです、トラックじゃなきゃできない。仕事中じゃなくてその休みの日とかで、はい、仕事中の行く先だけの休憩所とかすごい給水みたいなそれは仕事頑張るかもしれないな、ね、頑張れちゃいますね。そんなことできるんだ。そうですね。早く現場ついちゃった時とか、あ、時間あるからみたいな。時間あるからちょっと。でもお互い好きだからこそですよね。そうなるって。そうですね。あの狭さがいいですね。あ、なるほど。いや、わかんない、乗ったことないから。そうなんです。あの狭さがいいですね。ね、リアル。そんな方とはいろんなとこでされたんですか？そうです。その人はお互い実家だったので、うん、もう寝台か外でするしかなかったんですよ。もうどっちかしかなかった。どっちかしかなかったんで、ね、家でもあるんですけど、なので河原の方とか山、海、川、山とかいろんなとこでやりまして、一番やっぱり興奮したのが河原でやった時ですかね。河原で、はい、本当にベンチの上とか普通にもう河原の河原の河川敷のところ、はい、もうここ一歩先がもう川みたいな、でもう座ってなんか。イチャイチャしたり脱いだりとかしてたんです。見せたりとか露出じゃないですか、なんかすごい、まあ、露出ですねやったりとかしてたら、川の向こう側でおじさんが散歩して、知らない人が散歩してたりとか、あと私たちその河原の前でなんか背面ピーンこうピーンとこう相手に見えるように、あ、向こう側のおじさんに見えるようにやばな、向こう側のおじさんに見えるようにやばな、でもおじさんのためにしたことだよね。あ、まあ、寒そうですね。おじさんも興奮してたろうな、多分。おじさんも、そう、散歩行ってくるから。見たいから。どうなのいつも散歩ばっかり。犬も疲れちゃうよ。またあるんですかっていう。すごい。あと母校の体育館の階段で。ああ、なんかすごいそこはエモい感じですね、なんか。そうですね、なんか母校にこんな形で帰ってくると確かに、そうですよね。本当だよね。うん、ああ、それ、なんで母校なの？でも、勝手が分かってるからですし、あとやるとこがなくなりました。外を入るところに、はい、いろんなところ外で制覇したので、これきっともしかして今見てる方で真似するかもしれないですね。あ、母校の階段行こうみたいな。いいですよ、なんか。いや、なんかもう地図作ってもらいたかったよね。ここでやりました、ここでやりましたみたいな、ね、思い出をね、たどってねえ、はい、いや、これなんですけれども、うん、直近で一人組手をした人時間を教えていただきたいんですけど、一人組手って何ですか？あ、のりさん教えて。その個々の自主練というか、こうなんていうんですかね、息抜きというか。恥ずかしい。そこ恥ずかしい。いいでもね、嬉しい。そこまで恥ずかしがって嬉しい。あまりね。みんなも乗り切れるもん。そうですねって大体言うから。そう。可愛いです。急に恥ずかしがられたら嬉しいです、ね。嬉しい。聞けますかね。なんかその目つぶるほどですか。可愛い。最近ずっとちょっとバタバタしてて、はい、本当何週間も一人組ってしたことなかったんですけど。昨日しました。あら、近い。さっきも私はフルじゃない。なんで、ほやほや感があるってこと？なんかね、ちょっとね、ほっこりしてる。じゃあ行きましょうかね。はい、なぜ昨日？昨日ちょっとずっとムラムラしてたんですけど、はい、時間もなく、ちょっとすぐパタッと寝ちゃう時が多かったので、うん、なんかちょっとおもちゃもちょうど隙間から顔を出していたので。クローゼットの隙間使ってって言ってたんでしょうね、多分呼んでたのでちょっと手に取ってみましたから。そうなんですね。ちなみにおかずはトライファンブラックホールストロークカップ。おかずは
ちは、おかずはあのなんか知らない男性2人にこう寝取られまくるの。すごい楽しそう。なぜめっちゃ恥ずかしいです。なぜそれを選んだんですか。あ、なんかあの求められたいなってちょっと昨日思って、あのこう都会引っかい回回されたりとか嫉妬されたりとか、そういうのなんかされたいなって思って、あ、めちゃくちゃ恥ずかしい。30センチの話の時よりめっちゃ恥ずかしい。すごいね、それはすごいですね。もうちなみに時間帯って何時ぐらいですか。その朝ね、昨日というか今朝に近い夜中というか朝が夜中やだ、ついさっき。うわー、かわいい。夜中派なんですか。だいたい平均取ると夜中ですか。あ、寝るのが遅かったですね。だいたいいつも寝る前にってこと。じゃない時もありますけど、昨日バラバラな感じだった。昨日はね、聞きますね、時間大事ですね。時間大事、もう刑事と一緒だから。アリバイみたいな感じだ。アリバイみたいな感じで時間帯を聞いてってね。かける時間はどのぐらいですか。その作品一つの取り組みで、一人組みでかける時間、15分ぐらいですかね。ストーリーがちょっと長かったので。なるほど。あ、逆に普段もっと短い感じなんですね。普段は短いのは何回もって感じです。ちょっとやばー。ちょっとやばー。聞いちゃった。聞いちゃった。ありがとうございます。恥ずかしい。そんなお月さんに最後にですね、はい、10年以上女優さんを続けているということで、はい、心がけていることって何かありますか。そうですね、あと時代はどんどん変わっていって、VR が出たりとか、流行りとか、いろんな可愛い女優さんもいっぱい出てくるので、その時代に合わせて柔軟に、なんかいろいろ新しいことを学び取り入れていくというのが私の、心がけてることです。ニーズにも合わせながらっていう。柔軟にですね。あと新人さんから学ぶことがすごく多いです。なのですごく毎日勉強って感じです。ちなみに最近新人さんから学んだことってどういうの。積極性。あの私控えめなので、なんか自分からやります、あれやりますってこう言えないんですよ。でもあの新人さんが、もう監督が、あ、こういうことできる人いないかなって言ったら、みんな、はい私やります、はい私やりますって、すごいもう頑張ってる姿を見て、あ、私ダメだなこのままじゃって、すごく教えてもらいました。こみちゃんはどうですか、積極性はありますか。なるかもしれない。でも負けたくないっていうのが強いかもですね。だから誰かより先に何か私もやりたいなみたいな、っていうのはあるかもしれない。確かにね、基本すぐ NG を出すけども、今度からはね、あれじゃん。ちょっとそうですね、出すだけは積極的にいくっていう。頑張ります。ということで、今週のゲストは大月ゆりきさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。We'll be right back.